皆さんこんにちは、まめです。今回はタイトルにもあるように結構驚きの内容になっています。これ本当に合ってるの？とつい思いたくなっちゃうような、そんな衝撃的な内容になっていますので、皆さんも自分や自分の周りの人と照らし合わせながら見ていただけたらと思います。それでは早速いきましょう。皆さんは iPhone で文字を入力するときどうやって入力していますか？ちなみに僕はあいうえおと打つとき、あいうえおとこのように打ちます。これがフリック入力と呼ばれるもので、もうそんなの今更何言ってんのと思う方も多いと思いますが、実はこれ少数派だったみたいなんですね。それがこちらになります。これ NTT ドコモのモバイル社会研究所というところが今年の2月に全国の15歳から79歳の男女5652人を対象に、スマートフォンでフリック入力を使っているかどうかのアンケートの結果がこれになります。でこれが出どころがちゃんとしたところですし、しかも5000人以上にアンケートを取っているので結構信憑性のあるデータなんですね。で詳しく見てみると、まず下の方からいきましょうか。60歳から79歳は男性 10%、 女性 7% がフリック入力を使っていると回答していますね。これはね、なんとなくイメージつきますよね。で次が40代50代の男女ですね。これだいたい 20% ぐらいです。これもなんとなく想像がつきますね。ちなみに僕の母親はこの 20% に含まれています。フリック入力使っているんでね。で次25歳から39歳ですね。僕が今年30歳になったのでここに含まれるわけなんですが、3割の方しかフリック入力を使っていない。これ本当に合ってるのかな。僕の周りの友達で見たことないんだけどな。で次、高校生とか大学生がメインになってきますかね。それでも少数派です。一番多くても女性の 47% と半分に満たない数しかフリック入力を使っていないみたいなんですね。気になるのは母数ですね。40代以上は男女合わせて4000人ぐらいデータ取ってるんですけど、それ以下の年齢になると2000人に満たないぐらいですかね。ですのでそのあたりで数値にブレが出ているとですけれども、これがフリック入力の現状となっているみたいです。で僕の動画を見てくれている方でフリック入力以外を使っている方、ぜひ使っている理由とかね、実は使いやすいんだとか、ぜひコメント欄で教えていただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。ちなみにせっかくなのでキーボードの便利なお話も少ししておきたいと思います。全部で3つあって、そのうち2つはフリック入力を使っている方に対して便利な機能になります。まず1つ目、結構有名かもしれませんが、皆さんのキーボードでどこでもいいんですが、例えばあを連打してみてください。多分ここにあいうえおとガラケーで入力しているのと同じような挙動をするかと思います。なんですが僕の場合はこのようにあを複数打つことができます。他も同じですね。これフリック入力を活用されている方はもう絶対この設定にしておいた方が楽に入力することができるんですね。この設定方法、設定アプリを開いたら一般キーボード、こちらフリックのみをオンにしましょう。これだけで僕と同じように打つことができますので、まだねもしされていないという方はぜひやってみてください。それからもう1つ、文字を打った時に iPhone がコツコツと振動してくれて、めちゃくちゃ気持ちよく文字を打つことができるという機能が実はあります。それもぜひオンにしといてもらいたいんですが、設定アプリを開いたらサウンドと触覚、こちらですね、キーボードのフィードバックで触覚をオンにすると、文字を打った時コツコツコツとめちゃくちゃ気持ちよく iPhone が返してくれるので、打った感覚が手に伝わってきて次々に文字を打ちたくなるんですね。これも非常におすすめです。最後3つ目は、これはフリック入力には関係ないんですが、ローマ字入力のモードで、例えば iPhone と入力するとき iPhone とこのように順番に入力する方がほとんどだと思うのですが、実はもっと簡単に入力する方法があるんですね。それが指でなぞるという方法です。これ結構画期的で、 iPhone と入力するときいちいち指を離さずにこんな感じで入力するだけですぐに iPhone と打つことができるんですね。あとは例えば
こんな感じでインタレスティングっていうのもすぐに打つことができちゃいます。これもね、実は結構楽なんで、英語入力を頻繁に使われている方は愛用しているんじゃないかなと思います。でちなみに一つ豆知識なんですが、 iPhone のフリック入力のこのボタン、結構ボタン小さいですよね。なので押し間違いって結構起こりそうなんですが、実は iPhone のこのキーボード、特殊な機能が備わっているんです。これは結構前からずっとそうなんですけれども、例えば Apple と入力しましょう。今結構雑に入力したんですけれども、それでも間違いなく入力されました。これ実はキーボードで文字を入力しているこの最中に、 iPhone が次に多分この文字を打つであろうというのを予測してくれてるんですね。ですので A、B ぐらいまで打てば、多分この人 Apple って打とうとしてるんだなと予想してくれて、次に打つ P のボタンを大きくしてくれているんです。もちろん見た目上は変わっていませんが、システム的にボタンが大きくなっているので、 P からちょっとずれたところでボタンを押したとしても P が入力されるようになってるんですね。ちょっと説明は難しいんですけれど、打ち間違いが少なくなる工夫が実はこっそりと備わっているというお話でした。以上、いかがだったでしょうか。個人的に結構衝撃だったこの調査結果、ぜひコメント欄で皆さんがどんな状況なのか教えていただけたら嬉しいです。今回はフリック入力のお話でした。それではまたお会いしましょう。はい、というわけでここからは雑談コーナーの時間です。今回は雑談なんですが、ちょっとね、商品紹介したいと思います。こちらですね。これ実は企業タイアップでもないし、まあ、案件なんかな、案件といえば案件になっちゃうんかなっていう感じのもので、実は先日アンカーのイベントに行った時に、このビークマグっていう製品なんですけれど、これを作ってる方にね、直接お会いすることができて、というか向こうからお声掛けしてくれましてですね、でぜひうちの商品使ってみてくださいっていうのでいただいたものなんですね。なのでまあ案件になるんかな。今ちょっと厳しくなってますしね、一応プロモーションはつけておきますが、早速ね、開封してみたいと思います。これ結構ね、考えられているんですよ。今回3色もらって、このカラーの名前も可愛くて、よいしょ、ウグイスグリーン、イーグルアッシュで、ヤタガラスブラックとね、ちょっとひとひねりしてますよね。じゃあまずは基本のね、ヤタガラスブラックから、こちらから開けて、あ、すごいな。本製品は磁石を使用しておりますので、使用後は責任を持って廃棄しますと。なので廃棄用にこのケースね、置いておいて、もし使わなくなったら回収にご協力くださいと書いてますね。しかも回収するとクーポンコードももらえると。おお、なかなか考えられていますね。こちらにはメッセージが綴られています。で、ん？あ、なるほど、かわいい。そうですね、なんか鳥がモチーフになってるんかな。この中が鳥の巣状のね、イラストが描かれています。ちょっと見えづらいけど、わかるかな。ね、かわいいですよね。で、本体がこちら、ビークと書いてますね。これこうやってこちらを開く、ちょっと黒だと見にくいな。他も開けましょう。はい、全色開封しました。個人的にはね、ウグイスグリーン、これ結構ね、お気に入りです。すごく淡い緑ですね。ちょっと日本の和を感じるような色合いになってますね。ここね、開くようになっていて、こんな感じで、こうするとここまで引っ張ってあげると、こうとこう磁石でくっつくんですよ。で、指がこう入るようになっていて、もうなんとなくわかりますよね。ここマグセーフでピタッとくっつけると、まあ、スタンドになります。横も行きます。で、指を入れればスマホリング的にも使えますと。で、磁力は強い方かな、うん、強い部類に入ると思います。結構振っても全く落ちません。横方向も大丈夫です。で、使い方としては今ご紹介したのの他に、あ、これごと磁石でくっつくこともできるんだ。ほう、なるほど。ですので、例えば、
このようなね、マグセーフスタンドに、あ、あ、確かに、くっつきますね。こんな感じ、ちょっと見にくいっすね。こんな感じで、うん、ちゃんとくっついてくれます。横にしちゃうと、ちょっと不安定なんですけれども、立てると、うん、しっかりと固定されますね。横はなのでちょっと難しいかな。縦だと、うん、固定してくれますね。結構よくできてますね。で、素材感は、アップで見ると、こんな感じですね。他の色もつけてみると、あ、これも、ナチュラルチタニウムに合う、ナチュラルチタニウムに合いますね。あ、こっちの方がいいかな。うん。で、黒。まあ、これは定番ですね。そういったのの商品紹介ですね、これ。まあまあ、がっつりとした案件でもないので、ちょっと緩くご紹介しました。概要欄に商品のリンク貼ってますので、よかったらチェックしてみてください。で、実は全然話変わるんですが、今回の動画からちょっとね、何かが変わってるのに気づいていただけたら嬉しいです。それではまたお会いしましょう。バイバイ。